大丈夫、僕最強だから。はい、コズノモチュメビアへようこそ。ということでね、はい、箱をねぐるっと一回転させましたが、本日届きました渋谷スクランブルフィギュアから五条悟、そちらのね白黒バージョンですね。ブラック&ホワイトバージョン、ちゃんとここに書いてあるんですよね、ブラック&ホワイトバージョン。はい、今日はねこれをね開封していきたいと思います。もうねモノクロなんでね、中身もわかんないですね、このまんまじゃね。はい、ではとりあえずブリスターの状態まで持っていきたいと思います。ということでね、ブリスターも一回転させてみましたがね、はい、おなじみの4巻の表紙のポーズですね、はい、そちらのねモノクロバージョンとなります。はい、ではねもうねブリスターから出してね本体を見ていきますか。はい、ブリスターから取り出してみました。ではねとりあえずそうですね台座から見ていきましょう。はい、いや相変わらずまがまがしい感じの台座ですね。もう円形、うん、いやこれもグラデーションがすごいですねやっぱりね、うん、先端はもうほんと黒で中心がちょっとねもうダークブルーみたいなね、うん、いやこれはやっぱすごいな、うん、綺麗綺麗なエフェクトの台座、まあ、中心はねもう真っ黒ですね、まあ、真っ黒といってもツヤピカピカのツヤありですけれども、いやすごい、うん、はい、では次はねフィギュア本体見ていきましょう。こちらバーン、いやこれねモノクロもやばいねこれね。モノクロもやばいぐらいかっこいいこれ。いやこれはやばい、まあね造形は一緒なんですけれどもね、カラー版と。でもなんかモノクロにしただけでなんか違うものに見えてくるね、なんかおしゃれ。いやこの角度とかめちゃくちゃかっこいいな。いやすっげーかっこいいこれ。でこのね舌出しポーズ、このリクガンがねなんかモノクロにしただけでなんかより際立ってね見える、うん、モノクロの中にこのねリクガンのブルーのこの目、これが余計目立つんだよね、うん、すごいかっこいい。まあね服はねもう元がねもう紺色とかで暗い色なんでほとんど変わんないんですけれどもね、肌ですね、もうほとんど肌色の部分だけ色変えたぐらいなのかなっていう感じはしますけれどもね。何よりねこの顔がめっちゃいいよね。こうマスクをピンって親指でね持ち上げてる仕草めっちゃかっこいい。いやいいね。じゃあちょっとね台座に取り付けてみたいと思います。はい、取り付ける前にねちょうどいいんでカラー版とちょっとね見比べてみましょう。とりあえず台座の方ですね、はい、こちらがカラーバージョンですね。いやこうやって並べると全然違うね色がね。いやこんな違うと思わなかったな。こっちはもうちょっと暗いと思ったんですけどかなり明るく見えますね、うん、こっちはもうほんとダークな感じ。いや全然違うわ色が。で本体の方ですね、
カラーバージョンが、まあ以前にもご紹介しましたけれどもね、はい、こちらですね。まあ相変わらず出来素晴らしいですね。これサイド見てもやっぱすごいな。でモノクロ、はい、モノクロと比較するとこんな感じ。やっぱすごいね、2つ並べるとかっこいいな。いやどっちもいい。やっぱねモノクロの方がリクガンがすごいね目立つ。いやこれ影みたいな感じでこうやって飾るのもいいね。いやこれは素晴らしい。でねあんま画像じゃ分かりづらいかもしれないけどね、こっちのカラーの五条先生の場合はねちょっと紫がやっぱ目立つ感じで入ってますね。紫にシャドウが入っているって感じ。やっぱそう考えるとやっぱ全部塗装し直してますよね。まあさすがに使い道はないかな。いやどっちも素晴らしい。じゃあとりあえずね台座くっつけましょう。はい、台座に取り付けました。いややっぱこのフィギュアすっごいかっこいいな。渋スクのこの五条先生はマジでかっこいいわ。いやー最高だね。台座と合わせるとなおかっこいい。まあこれでね、まあ定価は2万円ですからね、他の五条フィギュアと比べてもかなりいいフィギュア。とりあえずカラー版も横に並べてみますか。はい、こんな感じですね。いやめっちゃこう並べんとすっごいいい飾り映えするなこれは。いやー最高。まあねあのカラー版の方はねこれ受注生産なんですよね2体とも。でカラー版の方が最初に出てで終わってでモノクロが出たと同時にカラー版もね、まあ再受注っていう感じで受付してたんですけれどもね、まあ、なんかそのカラー版とモノクロ版のセットみたいな感じで、4万円ぐらいで出てましたけれども、まあ、自分はねまあ、動画見てもらえば分かりますけれどもね最初の段階でもう受注購入してたんで、まあ、今回はモノクロだけということでね。いやー素晴らしいね。まあアニメもね放送が決まりましたね。渋谷事変、はい、渋谷事変のね放送が決まってますんでね。いやーまた多分再燃すると思います、呪術廻戦ブームが。はい、まあ、本当今下火になってますよね。何もかもが投げ売り状態みたいな感じでなってますけれどもね。まあ、アニメと同時にまた再燃するかと思います。なのでねこの機会にぜひね購入しておいた方がいいかもしれません。はい、とりあえずね最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
鉛のような光放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる帰らぬ時間よ。